静岡県道16号下伝移動松崎線、鴨郡南伊豆町入間にて、静岡県道16号下伝移動松崎線は、静岡県下田市を起点とし、鴨郡南伊豆町を経由して、鴨郡松崎町に至る県道である。伊豆半島南部の海岸線沿いに周遊する道路で、下田市中心市街の新下田橋東側から、伊豆半島最南端の伊動先付近を経て、 西海岸側の松崎町港名の宮の前橋交差点に至る県道で主要地方道にも指定されている。主な通過地は下田式サミ、鴨郡南伊豆町、港、色尾崎、入間、一式、つまり小浦、松崎町雲見、石部岩地、道のである。起点側と終点側の大部分は国道136号と重複しており、 単独区間となる実演長区間は、南伊豆町内の国道から分岐する港、入間間である。整備の行き届いた2車線道路で、交通量は少ない。下田市街地の外れから松崎町の入り口まで県道16号と国道136号重複区間とを走りつないでいくと、約 40km にわたり信号機は一つも、設置されていない。鴨郡南伊豆町。 港、日野交差点から、鴨郡南伊豆町入間、沙田交差点の区間だけが単独区間となっており、それ以外の区間は、国道136号と重複する。距離は 36.236km にもわたり、重複区間での案内標識は存在しない。II 愛愛岬周辺の、有ー公園駐車場沿線には、こう描く、砂浜海岸の弓ヶ浜、 祈岩と断崖が続く色岬や愛愛岬と入り江には色岬、岬などの漁港が点在する美しい海岸風景が見られる。ありがとうございます。